皆さんこんにちは、ゆっきーチャンネルです。本日は再びこちらのお店にやってまいりました。それゆけたかちゃんラーメンさんです。黄色い看板が目印のお店、そしてこのド派手な自販機、営業時間がなんと夏休み中は拡大されてました。前回はラーメンをいただきました。とっても美味しかったので、今回は違うメニューを食べてみたいと思います。今日から追加されたチーズさん、ヘンちゃんチーズ、チーズ可愛い。チーズお子様歓迎とのことで、本日はななみちゃんも一緒に来ました。まずはななみちゃんのラーメン並み、野菜抜き、油増し増し、豚です。逆光でラーメンが見えづらくなっておりますが、ご了承ください。初めてのそれいけたかちゃんラーメンを食べるななみちゃん、一生懸命カメラに向かってアピールしております。まずは麺からいただきます。こちらの麺は自家製麺です。どうやら美味しいみたいですね。よかったよかった。そして次はこの背脂を見せております。プルプルの背脂、野菜は抜きだけど背脂マシマシのななみちゃん、油が大好きなんだって。スープも飲んで堪能しております。さあこちらはパパのタレそばナビ、油増し増し、エビマヨ増し増し、辛味と山椒です。私は混ぜそばナビ、油増し増し、チーズ増し増し、エビマヨローストポークにしました。さあ今回は混ぜそばいただきます。たっぷりと乗ったトッピング、そしてやっぱりこの極太自家製麺が最高ですよ。混ぜそばもとっても美味しそう。いただきます。それでは早速よーく混ぜていきたいと思います。はい、混ぜたのがこちら、大きな背脂発見。そしてサービストッピングはローストポークをチョイスしました。中からはこの大きな豚も出てきました。早速一口、めちゃくちゃ柔らかくてうま、味付けもしっかりとされております。混ぜそばにはもやし入ってました。早速このローストポークもいただいちゃいます。前回食べてとっても美味しかったんですよ。やっぱりこれは裏切らない、めちゃくちゃ美味しい。そして極太のこの自家製麺、いただきます。よく絡まって美味しい。このジャンクな感じが最高です。エビマヨがまたクリーミーです。よく合う。チーズも中にとろけてて、これはコクもたっぷりと感じられます。今日は朝からたっくさん運動したので体に染み渡ります。運動した後のこの一杯、至福の時です。最高に美味しい。ななみちゃんのラーメンも一口いただいちゃいます。
やっぱりラーメンも美味しい。麺もっちもちだし、この背脂とも相性バッチリ。私は残りのローストポークもいただいちゃいます。エビマヨつけて一気に、最高。これはぜひぜひ食べてほしい一杯です。さあ残りあとこれぐらい。あっという間に麺もわずかになってしまいました。まだまだチーズがとろけてます。チーズがダブルにできるのはとってもありがたい。そして背脂は味付きの背脂、自家製のこの太麺がよく絡まってとっても混ぜそばにも合います。とろとろチーズと絡めて、最後まで麺を余すことなくいただきます。さあここでもう麺はなくなりそうです。はい、完食いたしました。美味しかった。ごちそうさまでした。ななみちゃんも綺麗に食べてましたよ。スープも飲んで、ここでごちそうさまでした。みなさんこんにちは、ユッキーの娘のななみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。これからも見てくださいね。バイバイ。SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。